この山の中から取れたこの石にもやはり山の神様の魂、そしてその仕切るところの鎮守様の神々のお示しなどが曇っているはずでございます。今日改めてこの企画を聞いたわけでございますけれども、お祓いをすることにより何千年何千万年という長い年月、初めてこの表土に出たわけでございますので、お祓いをし清め、そして魂を注ぎ込むことによって人の手に渡り生き生きとしたお守りにもなろうかと、まあ、こういうふうな考えもあるわけでございます。それではこれからお祓いの儀を執り行いますので、しばらくの間お願いします。いただきました。ご参列の皆さん、大変ご苦労様でございました。ますますこの八十里越の関心が高まり、そしてこの事業が繁栄し、なおかつ開通により多くの人々が会津越後交流が盛んになることを含めまして祈願を申し上げたわけでございます。大変ご苦労様でございました。皆さん、ご苦労様でした。ありがとうございました。Yeah.